はいどうも、ジャヌダルクです。というわけで、今回も、コールオブデューティー MW2! 早速ね、実況プレイやっていくんですけども、本日紹介するのが、まあ、以前ですね、コールオブデューティー初のサーマルサイトの色が、課金によって変わる、微妙なこう、ペイトゥインバリアントをね、紹介したと思うんですが、それ以外もたくさんですね、それに近いようなこう、色が変わる、まあ、微妙なペイトゥイン系のサーマルサイトが、あれ以降ですね、大量に追加されていって、結構海外では買い時だぞとかね、まあ、MW3 でもこういったアタッチメント引き継ぎされますので、今のうちに買っとけみたいなちょっと出回ったんですけど、実はね、こういったバリアントが出る前にすでに大幅な見た目が変わる色が変わるバリアントがあってですね、逆になんで今までこいつが話題になってなかったんやってことで、はい、それがですね、こちらテンパストレントの方にある、はい、こちら SR25 の方にあるダマスカスヒートっていうバリアントですね。はい、こちら MW2019 の全迷彩解除報酬がね、ダマスカスっていう、まあ正直過去作のダークマターとかと比べると個人的には微妙なんですが、ただ今はね、もう MW といえばこれってところでお馴染みになってきて、むしろ慣れてきた今言えるんだけど、普通にええやみたいな感じのね、普通にかっこいい系の迷彩で、まあ、MW ユーザーはね、うおーってなるところなんですけど、これのサイトね、まあ、クソデカサイトなんですが、なんと、レティクル周りが青色なんですよね。そう、通常これ、SZ ヒートソース800ってやつなんですけど、はい、こちらなんですよね。で、これも見てもらったらわかる通り、まあ、MW2 で初めて実装された、こっち系のね、見た目なんですよ。これがね、ちょっと苦手な人からすると、青色系のサイトってね、いや、意外といいんじゃないのっていう。逆になんでね、これ自体がね、多分3ヶ月か4ヶ月ぐらい前にすでにあったみたいなんですよね。けど、未だに話題になってなかったんで、意外とみんな知らないんじゃないかなってことで、早速こちら、購入してこの青色のね、サイト使っていこうかなと思います。あと単純にね、ダマスカス普通にかっこいいので、MW2019 を思い出しながら買っていきましょう。無事購入、ダマスカスヒート。はい、ということで、こちらですね。ティール・クラビアンみたいな感じの名前ですけど、お、まあ眺めていくと、こんな感じ。わー !MW2019 のダマスカスだ。すげー。いや、これ MW ファンたまんないでしょ。よいしょ。わーすげーめっちゃ綺麗やばくない？ほらほらほら。わかるから、これちょっと覗いた段階で、ほら、ここ、ほらほらほら、色変わってる。すげーめっちゃ綺麗だけど、めっちゃ綺麗だけど、見やすいかって言われたらこれどうだ？え、みんな見やすいと思うこれ。いやー、どうだろうなー、これ。いやー。ちょっと難しいところやな、これ。暗いところとかやったらワンチャン通常よりも見やすいかもしれんな。ペイトゥルーズかもしれんし、ペイトゥウィンかもしれん。まあ、そこら辺はね、ちょっと神のみぞ知るってことで、早速こちら使っていきましょう。ということで、これからもですね、コールオブデューティー MW2 に関する動画ガンガンと上げていこうかなと思いますので、もしよろしければ通知が届くようにチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では、参りましょう。ちなみにカスタフ74ユーコと、クリンゴフさんの方はこちらですね。普通に、はい、ダマスカスと。で、出たー！ペラーヨライトハウスってことで、まあ、そこそこのゴミマップですね。もうめちゃくちゃ目も当てられないゴミマップではないんだけど、普通に、まあ、やりたくはないわなって感じのマップですね。まあ、ゴミマップと普通のマップの中間って感じでしょうか。はい、こちらですね。まあ、夜マップ。まあ、夜マップだけど一応室内はね、明るいということで、早速視認性の悪いこちらで、サーマルサイドを使っていきましょうか。で、まあ、間違いなくね、ちょっとこちらキルストリークを回せないので、低キルストリークでね、まあ、ちまちまといった形でやっていきましょう。いやー、このマップマジ作ったやつ出てこいよって感じよな、マジ。いや、これね、チーデスとかキルコンもワンチャンね、時間内に終わんなかったりとかするし、ハードポイントもね、まあひどいんですよ。あそこのなんかクネあるんですけど、あそこがね、ポイントだったりとかして、普通になんか水中させられるんですよね、ハードポイントなのに。いや、マジで終わってるっていう。まあけど、こういうのがね、好きな人もいるんで、まあ全否定はしないんだけど、まあ、この時、いや、もうちょっとなんかマシのマップ出してほしいよね。9割マシのマップで、1割だけね、なんかクソマップだったらわかんないけど、今のところなんかハーフみたいな感じだからな。これちょっとこっち上がるか。こっち上がって、下クリアリングしつつ、いた。もうほらね、もうこれ上見て、こうやっていっとけば、バレないんですよ。おれーい、レイスさあ、下げ取っていきましょうか。で、足音もさ、これ水っていうか、この雨音でちょっと聞こえにくいところあるんで、結構クソなんですよね。どっから撃ってきた？来いよ。さあ、こういう時に役に立つ。カモー。来いよ。で、後ろは足音聞いてるから、まあ大丈夫だと信じたい。来てない。まあけど、こういうマップとかやったら、このサーマラサイド強いかもしれへんな。意外とマッチするかもしれんで、ってことで。いた。いた。はい、ナイス、気持ちいい。これが SR25 の力。タグ取りに行くじゃん。ほっ、スライディング。はぁ、プレイアプレイ、ナイス、スティーブショット爆速回復。で、建物中入る。ここ入る。この神、追ってこうへんやろ、さすがに。来ないと信じたい？いたな。いる。これ SR25 案件。はい、赤に見えてますよ、ナイス。で、イエブ出していきましょう、イエブオンライン。さあ、これで周りにいるかどうかのチェックして、いない。で、いた。あ、こいつコルブラつけてやがる。珍しいな。で、多分そっから登ってくるでしょう。はい。これ赤色で見えるんです。いや、意外と見やすいな。で、手前いるんで、これは、ほい。
はい、こういうことです。素晴らしい。で、2体目やってくれた。タグ取っていきましょうか。いいね、しっかりとキルストリーク回してる。で、次っぽがちょっとこっちになってるんだけど、ここ結構入り組む場所なんで、クラスター出してと。いや、これマジでさ、この下からこれ上がっていく感じやばいよな。で、これで裏取りできますからね。まあまあ、こういう入り組んだところが好きな人からしたらたまらへんのやろうけど、まあさすがにちょっとねーっていう。で、こっちから来るんで、はい、ここ、しゃがむ。しゃがんで、SR25 リロードする。で、ここです。はい、来た。あ、待って、バレてるー。さっきのやつか、取り巻きかあちかで湧いてるんで、巡航ミサイル出していきましょう。まあ一応時間内で終わってくれそうですね。まあそれだけでよかった。いやマジこの動画が時間内で終わんなかったら、ただのネガキャンマップ動画になっちゃうんで、ね、ちょっと厳しいところあったんですけど、まあ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 時間内で終わってくれるのであればね、まあまあこういうマップ、まあ一応時間内で終わるから楽しめそうって思ってくれたら幸いでございやす。やるじゃん。で、そのタグめっちゃあるんやけど、どうしよう。多分これ以上前出たら結構厳しいねんな。はい、真下からこんにちは、サプレッサー。いいね。いや、意外と見やすいぞ、これ。意外とこれ赤色になってくれるから、ほら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 、くっきりはっきりって感じやね。これぐらいの見やすさは全然ありやな。で、左から来てるね。おっと？おっと？おい。おい、ちょっと待って、ほんまに盾持ちやめろ。殺すぞ。で、後ろちょっと来てるから、これ抜くじゃん。ナイス。で、指出していきましょう。指オンライン。これ、中から来るか、どっちから来るか。大丈夫そうやな。オッケーオッケーオッケー。で、待て、まだこっちから湧いてくる。湧いてくるんで、ここ角待ち。あ、いるな。これ、まず、これ抜いて、手前見て、これ抜く。ナイス。で、こっち見て、抜く。ナイス。からの、オーバーキルで、はいはいはい、裏取り。ナイスすぎる。いいね。で、来るね。ドライサル2号、はい。4レインフィード、クワッドフィード。ちょっと薄かったですけど、全然クワッドフィードいきましたね。綺麗なキルログ、ナイス。いや、こういうディス狩りできるのはね、全然まだマシなマップなんだよな。ただ、誰がどう見ても視認性とか、この雨音のせいでね、楽しめないでしているんで、そこら辺がね、まあ、クソマップって言われるゆえんでしょうか。で、とりあえず、クラスターマインを、どうしようかな、建物出すよりも、味方が建物取ってくれてるんで、ここの最強の定点ポジに出しておきましょうか。よーし、頑張るぞ。さあ、味方なんか V トルで抜かれてんな。さあさあ、ジャンヌさんって言われたら、せやで、これ動画化されるから見てや。ほんまに。ありがとうやで。もしくはツイッターにジャンヌさんと会ったって書いてな。だいたい、ツイッターでジャンヌさんと会ったって報告してくれてる人、結構僕の偽物率高いんですよね。いや、その時間帯俺やってへんし、みたいな。俺その時間帯外出て飲み会やったし、とか、サバゲー行ってたわ、とか全然あるからさ。いや、マジで偽物をやめてほしいよな。まあいいんやけど、別に僕が偽物が下打ってたところで僕の印象多分そんな変わんないんで、全然ね、偽物に暴れてもらっていいんだけど、ただやっぱ偽物がチート使うのはちょっとやめてほしいんだよね。そう、チートはさすがに印象悪すぎるから、そう、あいつプライベートでチート使ってレベル上げてますよなんて言われた時にはもう最悪だもんな。まあさすがに今まで会ったことはない。いや、一回だけ会ったかな。なんか、ハセシュン、ボドカ、オパシ、ジャンヌっていう ID でチート使って、ね、やばい奴らいたよ、みたいなことあったらしいけど、誰がどう見てもチーターや、みたいな。そもそもそのメンツで撮影なんかせえへん、みたいな。どんな黄金コラボやねん、みたいな感じなんですけど。それがなんか昔 BO3 か BO4 の時にあったぐらいで、それ以外はまあなかったなぁ。だからチーターだけはちょっとやめてほしい。それ以外は僕の印象が別に多分そんな変わんないんで、途中抜けされたって言っても全然本人の可能性もあるし、下打ちされたって言っても、まあ僕は下打ちしないけど、まあ別に本人が間違えて打つ可能性もあるからね。まあそれぐらいかなぁ。で、はいはいはい。そこのクソ芋ポジにいっぱいいるんでしょう。いた！はい、頭ワンパン、気持ちいい。まあ、こういう入り組んでるね、クソみたいな、こう広いマップとかだったらワンチャンこういうサーマルサイトもありかもしんないですね。さあ、敵の位置をちょっと確認したいので、はい、巡航ミサイル出していきましょう。はー、これがハイグレタバーさん直伝のブラーダー、ナイスー、気持ちいい。あー、で、これ SR25 のこのバリアントの弱点なんですけど、これバリアントさ、このバレルで反動制御が、これしかないんですよ。他が全部反動制御効かない系のね、やつで、射程距離一応アップあるんですけど、こいつがついてたんですよね。ただ反動制御効かないから、こいつ反動制御効かせないとマジでクソダコダメくじなんで、めちゃめちゃ使いにくいんで、マルチは。そういったところ、ちょっとあれなんですよね。そういったところ、この純粋なバリアントだけだったら、この武器使えないから、ダマスカス迷彩はね、こういった形で、ちょっとハゲてしまいますよ、といった形でしょうか。まあ、そこがちょっとこのバリアントの弱点でしょうかね。はい。で、これ右で湧いてるんで、ちょっと戦っていきたいところあるけど、いますか？来てないなぁ。いや、ここら辺絶対おんねん、絶対おんねん。え、絶対どっか芋っているやろ、そこら辺。持ってない？いやぁ、おったわ、もうマジで、クソすぎる、これ、視認性がマジ。UAV 出てなかったらマジこうなるからなぁ。ほんまに終わってる。まあ、けど、ここの場合、デッドサイレンスが関係ないから、慣れないよな。裏取りした時は結構、デッサ関係なく裏取りできるが、ヨマップなゆえんでしょうか。ヨマップというか、いいところでしょうか。まあ、それが唯一だよな、マジで。裏取りした時の爽快感はあるって感じ。だ、けだもんなぁ。いるか、これ。上取られてそうだなぁ。上取られてますか？いません。いません。あー、もう、しれー怖すぎる。ノー足音でさ、ノー足音でそれ詰めてきていいところじゃないでしょ。いるよな、多分。けど多分、上白か。スライディング。あ、びっくりしたー。マジで。UAV 出ないとマジ終わるな。多分まだこっちで湧いてるはずなんで、ジャンプ打ちでしっかりとキャラ。
おい、死ねよ、マジ、多すぎる。マジで終わってる。ゲームオンライン。まあまあ、時間内でギリギリ終わってくれるって感じでしょうかね。で、これ中いるから、大丈夫いけるそれ。味方、抜かれてる。やらせていただきまーす。クラスター前に適当に出しとくか、ここら辺で。はいと。で、SR25 で、いやー、これどうしよっかな。建物の中めっちゃおるな。建物の中 SR25 行くの、ちょっと自殺行為だけど、このちょっと明るいところで SR25 っていうのも、全然落ちたもん。めっちゃ真っ赤。こんだけやっぱね、色が変わってくれるんだったら、いやー、これぶらー。全然変わってくれるんだったら、全然まあ、ありっちゃありだよな。まあ一応キルコン結構な点差で買ってますけど、残り1分半終わってくれるような。残り10点だから、残り10点、1分半だったら終わってくれると信じてる。で、はいはいはーい。あー、やっぱスライはダメだな、ショットガンすぎる。まあでも次回作体力150あるから、ちょっとショットガンが相対的に弱くなってくれたらいいなと思ってるんですけど、よいしょー。ただその分、ワンパン武器の脅威も上がってくるんでね。どうなってくるかっていうところでしょうか。いや、カスタフ74U が強え。来いよ、顔出せ。待って、どっちから来る。おった、おい、頭当たればワンパン、気持ちいい。どこおった、ここいたよ。敵気をつけて。はい、ここ角待ち UAV で、これ後ろから来るな。大丈夫これ、抜いてタグ取ってもろして、残り5点、残り5点、50ポイント。まあ終わるっしょ、さすがに、さすがに終わってくると信じて。で、こっちから来ると信じて、来ないと信じて、後ろから、あー、弾がねえ。あー、せっかくやれるチャンスやったのに。で、サル2号ライン、はい、ナイス。で、まだ多分奥いるんで、それどうするかやな。戻ってくる出戻りではいないと思うんで、ここ見る。来いよ。コルブラミ、お前、最後にこのサーマルの勝負や。勝ってこい。は、うんこ。まあ、けど一応ギリギリ終わってくれる。75で残りが多分20秒か、18秒。さあ、終わってくれ。さあ、ここの敵、コルブラミンかな、倒して終わりということで、はい。じゃあ39キル20確定ということで、時間マジでギリギリでしたね。ははははは。やっぱね、心マップは本当に微妙やね。マジ、終わるかどうか怪しいところやわ、マジ、毎回。だからドミネーションはまだマシではあるんですけど、ハードポインターはね、ポイントマジでひどいし、心地です。キルコンマジギリギリってところですけど、まあ今回の SR25 とかであればワンチャンって感じでしょうか。はい、一応ね、 KD の方は4ですね。いや、マジでホロマップはひどいな。まあけどめちゃくちゃひどくないのがまた腹立つねんな。これでめちゃくちゃひどかったら、なんかコールオブデューティーゴーストのあのストーンマップって、あのナッツルですよ、白マップで歴代最低マップとか、一生地です絶対終わらへんみたいな言われてるクソマップがあってですね、ああいう形でネタにできるんだけど、ここネタにできないぐらいのちょっと微妙なマップなんですよね。はい、そういったところちょっとなかなかね、難しいマップでしたが、まあ無事 SR25 で模索ったということで、まあ何度も言う通りですね、こちらのバレルが非常にちょっと微妙なので、まあこの見た目が変わってしまうのはちょっと弱点ではありますけど、まあこのサイト自体がね、他の、武器にもこんな形で、例えばまあこちらワルサー2000ですけど、こちらにも SZ ヒートソースで、こちらで、はい、こんな形でね、つけてあげると青色のサイトでね、ありますので、まあ、このサイトはすげえ見やすい、かっこいいと思った方はぜひぜひ、まあ、これ目当てでね、MW3、引き継ぎありますので、購入してみてください。はい、ということで、これからもですね、コールオブデューティー MW2 に関する動画、ガンガンと上げていこうかなと思いますので、もしよろしければ、通知は届くように、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。